さあ K1 ワールドグランプリオフィシャルルールこちらとなっています。1ラウンド中3回のダウンを喫すると負けになります。75キロ契約延長1ラウンドマッチ、画面左側ダニロ・ザノリニ、7月29日がバースデーでした。42歳日系ブラジル人です。対して26歳、パク・ヨハン、お父さんが日本人、お母さんが韓国人という背景があります。今ブラジリアンタイの総裁が吠えました。対照的な表情、静かにパク・ヨハン。今第1ラウンドです。さあ佐藤義弘さん、はい、ゆうちゃみさん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。佐藤さん、はい、佐野リニーと対戦ありましたもんね。そうなんです、あれ2010年だったから、はい、もう12年前ですよね、まだ現役でやってるってすごいですね。時は経ってもまだまだ戦いの炎燃えているようです。そしてやっぱり75キロ級という戦いがこれとこの後連なっています。内容勝負ということにもなりそうです。ゆうちゃみさん、はい、新しい道っていうのがこうやって競馬にどんどんできてくるとまた楽しみですよね。本当楽しみですね。私ダノリニ選手 の、 試合見させていただいたんですけど、やっぱ圧倒的ですごい印象に残ってるので今回も楽しみです。今もパンチにもう連発で、これ本当に力強いですもんね。そうですね、本当にパワフルで楽しみです。ドスンドスンという音横浜アリーナに響いています。対して長身からパクヨハン、2人これ身長差11センチあります。足を組み替えるスウェーバックしての青いグローブ、パクヨハンです。まあ、タケトというリングネームで戦っていたんですが、まあ、このワールドグランプリに向けてという思いですね。日本韓国両方背負うというのがヨハン、パクヨハンです。戦い序盤、これザノリニのパンチも激しいですし、パクヨハンもなんとか突破口を見つけようとしています。ミドルキック、バックスピンキック、佐藤さん距離感などどうですか。そうです、今やはりパク選手の方が身長高いので、はい、距離としてはパク選手の距離ですね。ただダニロ選手もやっぱり打ち始めるともう止まらないですから、さっきの近距離でのパンチを連打するのがですね、ノンストップ、まあ、スタミナにも断然の自信ありと衰えていないというのがザノリニです。今はパク選手が距離を取って自分の制空権を取ろうとしてますね、はい。まあ、この間合いですよね、左リードジャブ、お互いオーソドックススタイル、両手で突き押しますパクヨハン。ダニロはこの相手のジャブだとか前蹴りとかをかいくぐってどう中に入るか。そうですね、今思い切って回転系、まあ、これも見せてガードを崩そうとします。左ミドル一撃から、まあでも佐藤さん、これザノリに圧力やっぱり強いですね。そうですね、圧力あり、いい感じかかってますよ。ボディからテンプル、やっぱこういう圧力かけないと序盤からずっとかけられるとだんだん消耗してくるんで、スタミナが、そうすると判断力とか鈍ってきますからね、はい、気持ちの面でも変わってくるということなんですね、はい、そこに陥る前にと左入り右の前蹴り、ボディを突き刺すようにしていきます。左フック、ザノリン一つ、赤いグローブ、インロー、インロー返す、バックスピンキック、ザノリン残り10秒切りました。顎を引いてザノリに、そこに右ねじ込むようにパクヨハン、ステップバックミドルキックもここはかわして第1ラウンド終了です。さあゆうちゃみさんの目にこれどんな風に映ってるんですか、はい、そうですね、本当パワフルなんですけど、パク選手の手足がすごい長くてキックとかもすごい届くなっていう印象です。そうですね、はい、思ったようにこれ攻撃できているのか、どちらもこれ心境も、ね、気になりますけれども、はい、佐藤さん、どんな風に切りますか、見ますか。そうですね、このラウンドは、まあ、パク選手の方が今距離を取って、制空権を取ろうとしてて、で、まあ、ダニロ選手がそれをかいくぐって前に出てる段階ですね、まあ、お互いクリーンヒットはそこまでないんで、はい、ポイントの差はそんなについてないと思います。まあ、真っ直ぐにこうセコンドの目を見て、うんうんとうなずくダニロ・ザノリニ42歳。まあ、前回は神保克也と対戦、判定で敗れましたけれども、まあ、神保選手はとにかく打たれ強くて気持ちが強いというふうに語りました。まあ、ブラジリアンタイは弟子のビトート・ファネリー、アラン・ソアレス、ジュリオ・セザール、森選手たちが K-1 ジャパングループでも活躍しています。
背中で戦いを見せるザノリン師匠。さあそれに対してパクヨハ、今は右手を前にしています。左ミドルキック、ヒザー距離が近くなりましたね。出てきましたね。お互いそうですね、佐藤さん、はいはい、これパクの膝も当たりますよ、この距離だったら。うわ右フック強振。でもゆうちゃみさん、本当にザノリンのパンチ一発当たればなっていう風にこう見えるんですよね。そうですね、一発一発重いので、これってどのくらい痛いんですかね。痛いのは分かるんですけど、当たると痛いのはもう僕らプロになると関係なくて、はいはい、痛みで倒れるのはもうありえないんですよ。なるほど、効くか効かないかになってくるんで、もう痛いのはもう当たり前って感じですね。まあ、本当にそれ以上の衝撃ってことに佐藤さん、一応顎を引いてガードの隙間からだったら、そこまでその意識を飛ばされるってことは少ないです、はい、でもこうパンチのガード越しからの重みってのがあるので、はい、そこに関しては結構脅威に感じてるんじゃないですかね。まあ、ガードの上から潰してやれっていうパンチも佐藤さんザノリにありますもんね、はい、やっぱ食らったらやばいぞって思うだけでスタミナは削られてきます、はい、あどちらが削ってきているのか。前に出続けるのは右ハイザノリに、左ハイパクヨハン、さらに左膝、パクの膝もいいですよ、いいですね。でダニロのもローもいいですね、はい、ローキック、カーフキックの距離にもなります。インロー、ミニカーフキック、ザノリに出てくる。このラウンドいいですよ、お互い潰し合ってますね、佐藤さん今負けたくない、引きたくないんですね。お互いそうだと思います、佐藤さんと K1 マックスで対戦したのは2010年3月。ザノリに右、これもオーバーハンドのパンチで、佐藤さんもこうリズム変わりませんもんね。そうですね、うん、まあ、そうなってくるとパクヨハンもどこで風穴開けてくるか。残り1分切りました、まあ、自分のペースで戦っていても、ゆうちゃみさん、はい、ザノリニがもうずっとこう重戦車のように前に出てなんてことも考えられますもんね。そうですね、ダニロ選手に出てこられたら圧がすごすぎてちょっと引いちゃうかもしれないですね。いやいや引いてないんだというパクヨハン、まあ、でもちょっとスペースはダニロペースになりつつありますね、はい、押して前に出ています。残り時間30秒になろうとしています。右のキック、パクの膝もいいんですけどね、ちょっと、まあ、当たりが浅いんですよね。ああそうですか、突きさせたいんですけど、そうそう、これ左、うんうん、今近い、はい、カーフキック、一瞬動きが止まったパクヨハン、リードジャブ距離を外します。カーフキック食らってボディも食らいましたが、これザノリニが出てくる。残り時間10秒を切った。前進前進、パクヨハンはインを、なんとかこれかわしながら右のストレート、左フック、ロングレンジ、それを潰そうとダニロ・ザノリニ。第2ラウンド終了です。さあ佐藤さん、このラウンド中盤戦はどう映りましたか。そうですね、徐々にダニロがペースを握りつつあるかなと、はい、まあ、決定的なものはないんですけど、ペースは若干ダニロペースですね。まあ、カエスガエスもゆうちゃみさん、本当に予想、こう推測にはなってしまうと思いますけれどもね、はい、こういうガッチリした体格でガンガンパワーで前に出てくる、やられたら嫌でしょうね。ねえ嫌でしょうね、本当に見てる方もドキドキワクワクします、はい、さあセコンドに今佐藤さん、はい、ついていたとしたらパクヨハンサイドはどんな声かけますか。そうだ、途中の膝蹴り何発かいいタイミングのがあったんで、まあ、やっぱり長身の選手が前に出てくる相手にいいのは、ね、まあ、カウンターの膝なんで、はい、まあ、それを狙っていくといいかなと思います。ダニロと対戦した時はそういう戦略でしたか。そうですね、はい、まあ、膝蹴りって基本的に前に出てくる相手にカウンターで合わせるんで、はい、合わせられるか。パクヨハン青いグローブ、ダニロはね、こうやって圧力かけてガンガン前に出るんで、まあ、チャンスあるんですよ。そこにカウンターと行きたい。今のミドルキックなどもややカウンター気味。最終第3ラウンドです。アンダー75キロ契約、今日は2試合、この後にも控えています。内容勝負でもあります。パクヨハン、ダニロ・ザノリニと神保克也とローキック、松倉慎太郎もやってまいります。これ佐藤さん聞いてのものなんですか。まあ、タイミングもありますけど、はい、序盤からカーフキック結構コツコツ当ててるんで、ダメージはあるはあると思います。まあ、ちょっと口も開いてますね、パクヨハン。
思い切ってパンチ飛び込む右の膝、しかしこれは顎との距離はちょっとだけありました。ブレイクの声です。42歳にはスタミナ切れは関係なさそうですね。ちょっと辞書にその文字なさそうですね、はい。まあ、本当にあの若いファイターたちの左膝、ずっとトレーニングしているからいつだって大丈夫というふうにザノリには語ります。確かにすごい当たり前のように放ちます。ここもそう入ってますよ、ね。いやいや、ゆうちゃみさん、どれだけどちらの攻撃効いてるのかちょっと気になりますよね。そうですね、もうダニロ選手のローキックがすごい効いてる感じがして、そうですね、音もよく聞こえる、はい、飛び膝残り半分になります。おお、いいロー入った、右ロー上がってさらに下がることはありません。右フック膝、今これ歩くようにしながらもう一発パクよ。パクはもうこの膝でいくしかないんじゃないかな。左も右もあります。さらに左、まあ、そこに光は見えているのかもしれませんが、それをかき消そうと、またこれ嫌ですね。右のカーフキック、顔面が下がる。右のカーフが嫌なら、もう左の蹴りをずっと蹴ってればいいと思うんですよね。あ、その足、はい、あの蹴ってるうちは蹴られないんで。確かに、まあ、そうですね。下にフックアボエ、でもパクヨハンも引きません。押してくる、自分も前にと膝でこれからの道切り開いていかなければいけません。右膝、ちょっとこれはヨハン、パクヨハンの方も佐藤さん、はい、見合い前に出ようという意思表示を新たにまたしてますがね。そうですね、もうやっぱ勝ちたいでしょうからね。やっぱこのゼロから新しい環境を作るっていう、はい、気迫が必要ですよね。クロー、ただ対クロスオーバーのクルーザー級王者でもあります。90キロではなく75キロと決めたバックブロー、パクヨハン、いやいや戦い続けてきた日本にやってきて22年のドニロザノリに時間がない。どっちだ、バックヨハン逆襲のストレート、ここはブレイクの声、最後の一撃あるか、いやない、ここで試合終了。さあこの後判定の発表です。ああ、腰を落とすようにしたパクヨハン、ダニロ・ザノリにもコーナーで今同じようなそんな姿勢を少しだけ見せました。両者中央判定です。お知らせします。ジャッジ山根29対29、ドロー。一人目ドロー。ジャッジ太田30対29、赤ザノリに、ザノリに1票、30対29。ジャッジ杉村30対29、赤ザノリに、ダニロザノリに判定勝利2対0。1人は29対29、2人が30対29に笑顔がこぼれています。ブラジリアン対総帥、日系ブラジル人42歳佐藤義弘さんとも12年、6ヶ月前に対戦したダニロ・ザノリに、そして勝ち名乗りです。さあ、まずゆうちゃみさん、はい、今どんな思い残りましたか。すごい、本当ダニロ選手に圧倒されたなっていうのと、まだ見たかったなっていう気持ちがありますね。はい、とにかく前に出ることをやめませんでした、ザノリに。佐藤さん、スローあります、いかがでしょう。あの最後パク選手の顔面膝がちょっと当たって、はい、ラスト10秒ぐらい結構効いてたんで、はい、あのこれでそのパク選手も負けたんですけど、まあ、もちろん勝機はありましたからね。まあ、でも何かそれをこう気迫も含めてダニロが押し切ったって感じしますね。潰していったという印象があります。ダニエルは愛知県在住なんで、はいはい、僕は そう個人的にも付き合いがあるんです。同じ愛を知る同士。そうなんです。同い年で。同い年。大体同い年。すごい。やっぱそういうお話聞くとゆうちゃみさん、はい、本当にちょっとこう心も見る側また動きますよね。そうですね。応援したくなりますね。僕も勇気づけられますよ。でしょうね。同い年が頑張ってやってるの、何しろ現在の K1 で勝ちました。ダニロ・ザノリに。